なんと長いです。日本雑誌ね、ワンピースしてるか、ゾロ三本持ってるなのしな、欲張りやね。ね、いいんですよ、ね、はい、そしてね、しかもね、右手で抜くんです。刀だったら右手で抜く。だから左利きの侍まずいない。いたとしても右利きに直します。ご自分の体の左の腰に刀を刺す、ね。これちょっと皆さん覚えておいてください。で、右手を使って刀を抜きます。これがね、侍です。はい、刀これ切れません。もちろんね、偽物だ。ね、これね、よく見てくださいよ。これね、竹光とね、我々言うんだけども、木でできます。樫の木、硬い木でできる。で、銀紙、薄い銀紙。これね、もう2年生先生、もう毎日使ってるから、もうボロボロだ。ね、一応。さあ、ここでちょっとクイズなんだけども、これ昔ながらのね、職人さんがやってる手法です。銀紙貼るときに、糊とかボンド、接着剤使わないんです。ある。食べ物を塗って銀紙を貼っつけていくんだ。何でしょうか。納豆臭いな。お米が確かに。お米でも違うんですけど、違うんです。もち米違う。何？卵白？すごい。ね、そうなんです。皆さんよくご飯粒とかね、納豆とかね、言うんですよ。いいんです、いいんです。でもね、これ残念ながら間違いで、卵白、卵、生卵割ったことある？大丈夫な。はい、パカッと割ったら黄身と白身になるんですが、黄身は使いません。白身だけ卵白だけを塗って銀紙を貼っていく。はい、黄身はどうするか、食べますね、もったいないから食べます。そのね、感じでこれ作ってるね。ちょっと持ってみ、重たい軽い、重たいか、重たいか、おんちゃんに重たいな。はい、どうぞ。重たい重たいの、はい、ママどうぞ。軽いね、大人は軽いと思います。どうぞね、こんなもんでございますよね。ちょっとこちらにしよう。こんな感じね、はい、持ってみないとわかりません。アップでショップショップ終わったらね、触ってみてください。どうですか、お嬢さん。軽い軽い軽いな、軽いけど怖い。軽いね、気が取ってない。ね、さ、ママ、ごめんなさい。後で触ってみてください。これね、本当にね、軽いです。ね、軽いな。いいリアクション、ありがとう。軽い。ね、こんな感じ。これね、後でね、効果音っていうのをつけるんです。カヒンカヒン、ポシュ。ね、後からつけてる音になるんですね。はい、これ後でね、ちょっと触っていただきたい。さあ、もう一本。刀ってね、一本二本じゃなくて、一振り、二振り。そのね、稼い方するそうですが、赤鞘のこちらの一振り見てください。じゃじゃん。はい、立ってるな。さっきのと比べるとちょっと立ってる。でも偽物です。切れません。素材は鉄。真剣とほぼほぼ同じ重さ。ちょっと持ってみ。いいか、話が多い。重たい。いいリアクションあげて。はい、うわ、いい顔せる。なんかいいリアクションあげて。ママ、どう？重たいですよね。ありがとうございます。どうぞ。おお、ありがとうございますね。はい、持ってみないとわかりませんね。ね、パパ、ありがとうね。いい顔せる。持ってみないとわかりません。後で触っていただきたい。ね、非常にさっきまで違ってると思ったと思います。そうだ。ないね。いいよ。日本店の違う。ね、これはね、やっぱ危ないですからね、実際に振り回して使いません。ただ、テレビの画面に刀が大きく映るときはご使います。皆さんね、暴れん坊将軍見たことないですかね。知らないかな。ね、知らないな。松平健さん主演のドラマやってました。徳川八代将軍吉宗、ね、お殿様のね、役をやってたんですが、刀を抜いてね、悪者をやっつけますよ。必ずやってますよ。こうやったらね、カチャひっくり返す。刀をこうやってひっくり返して戦います。はい、この瞬間だけ、こういったものを持ち帰ってやってる。はい、なぜこうするの？わかる？なぜこうするんでしょう？よくしてね、ね、仕上げ苦痛でございますね、お兄さんね。そう、刀ってね、片方しか切れません。これが刃、反対が切れない。ここを峰というんです。お殿様という設定だから、悪者をやっつけるときにね、切らないんです。反対側にカチャね、この切れない方を使って悪い人をね、やっつけていく。そのね、ドラマでございました。はい、峰打ちなんです、おっしゃる通り。はい、必ずこうカシャッとやるからね、また皆さんね、このシーン探していただきたいと思います。チャンバラシーンよく見てくださいよ。悪い人たちね、ひらり役と言いますよ。少ない人数を多く見せるのに、撮影では同じ人が
仲間仲間切られては1回、切られては今ここまでやってるの。これほんまの放送よく見てるなら探してな、同じ顔何回も出てきますよ。戦ってやられて、また復活してどっかで出てます。またやられてね、またどっかで復活しますね。その繰り返しゾンビです。気持ち悪いな、ね、はい、またね。